せーの、どうも、みのカモン、元気でーす。はい、元気です。はい。ということで、始まりました。はい。2022年、振り返りの動画でございます。早いですね。もう、去年、昨日撮影したような。もう1年だった？もうすぐ、もうね、27日なんで。もうね。あと、4日、4日眠るとお正月ですか。お正月あれ、クリスマス来たか。クリスマスカラーですけどね。あ、そうだね、本当だ、クリスマスカラーはい、ということで、振り返ってみましょうか。はい、はい、今年もいろいろありました。今年もいろいろありましたね。はい、はい、マヨネーが正式始めているおー、はい、いつからでした。もともと2月に歴女のマヨネーさんとしてゲスト出演させていただいたんですが、今年9月から正式にマヨネーとしてミノカモンズ加入です。歴女のマヨネーからマヨネーに、ね、はい、そうそう、マヨネーさんからマヨネーさんですから。今年はまあ、いろんなところ行ったと思うんですけど、なんかいい思い出とかありますか。いい思い出、やっぱり矢後岬。矢後岬いいですね、ですね。そう、このコロナ禍で遠く行けないって時に、久々に海見れたんです。あの岐阜県はね、海がないですからね。そう、美濃には海がない、もうありがたかった。矢後岬ね、メロンが美味しかった。美味しかった。もうね、すごく甘くてとけるでね。アンミは食べれないですよね。そう、生のフルーツが全般ダメだけど、全般ダメだけど、メロンは特に反応するね。あ、ほんと、アレルギーが、かわいそうに。ね、海鮮はあまり生の海鮮ダメなんで。うん、すごいかわいそうに。あらー、まあ、あんまり海とか食べていけないね。ね、まあ、今、楽しい思い出というか、記憶に残ったの。やっぱり目標どうしてたね、お祭り。名古屋の真ん中で、いつもね、普段ね、こう歩いてるようなところ、でっかいスクリーンでね、その前で踊って、でスクリーンで映った真ん前で踊ったのはやっぱりできちゃう。ああ、今日は普段こう、まあ、名古屋歩きそうやっている街で、その中でそのね、タランコさんの中に入れさせてもらって、まあ、1年間こうね、ズブの素人が、まあ、踊りというよさこいというジャンルの踊りをさせてもらって練習して、その名古屋の大きいよさこい の舞台のステージで回せていただいたのを踊らせていただいて、それがその大きいスクリーンにガンって出たの、鼻の穴も、あ、毛穴まで全部、毛穴まで全部ね。今画質いいからね。ああ、そうね、ちゃんとね、おひげ剃らないとね、そうアンディ、どれぐらい練習したの？練習はね、ほぼ欠かさず、まあ、すごいね、出席して、イベントをね、全部、すごいのさせていただいて、僕は逆に出れなかった時があったんですけど、アンディは全部、イベント、トマトさんのその、ゲーサポイントイベントはもう皆勤賞。皆勤賞、素晴らしい。ね、もう、それこそ、まあ、本当に踊り、1年目だったんで、全く。他の踊りとかも全然何もやったことがない。そう、でもそういう初めてのことを挑戦してみてどうですか。意外と面白い、結構ね、食わず嫌いなところがあります。そうですね、やってないのに判断したりだとか、そういうのはもうちょっとね、やっぱ経験してジャッジした方がいいかもしれない。そうですね、ちょっと痩せたんじゃない。踊り効果で、踊り効果。そんなに厳しいかな。引き締まったね。引き締まるかな。僕は痩せましたね。3月ぐらいにちょっと倒れちゃったんで。あ、踊りが厳しかったね。そう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 、クローン病という、潰瘍性大腸炎のクローン病というのは、まあ、20数年間患ってまして、まあ、ちょっとね、それが、まあ、大変な時期で、体調崩しちゃってね、いろいろこうできづらくなった時もあったんですけど、
まあ、なんとか持ちこたえまして、はい、お目がこう消しました。いやでもおかげでローゼルの目出し一緒にできて楽しかった。あれだってそうなの、間に合わなかったんで、確かに、そういうのもあって、ため出しが、ちょっとね、ここの、作業でため出しして、うん、そうそう、いろんな、つながってますね、なんか来年に向けてやりたいこととかあったりします？来年に向けて、やっぱりいろんなところ行きたい。いろんなところね、もちろん遠くに行く郡上八幡とか伊良湖岬っていうのもいいんだけど、この地元多治見市、岐阜県多治見市でも知らないことっていっぱいあると思うんですよ。もっと地元のいいところ魅力なんか発掘して、今のうちにこの多治見市の魅力2人と一緒に伝えていかなきゃなって思ってます。バイバイは多治見市出身ですか？はい、そうですね、僕らはどちらかというと札幌だし、ね、愛知県の方に、まあ、いろんなその地元のね、企業とか、ね、染まったりとか、ね、また外物なので、外物の殻を持ち出したりで、それがこう溶け合って、いいものができたらいいです。ちゃんと見とかなあかんよ。アンビはまた今年に挑戦したいことっていうのは、そうですね、どうせ商品もそうですね、本格的に今年新しい自分たちの農地っていうのを確保できたので、数字をしっかり決めて何をいくつ作るのかっていうのを、まあ、もうちょっとね、経営だとかそういうことも、ね、勉強しながらやっていかないといけないなっていう。僕はね、今年もやっぱりできなかったなっていうところが多いなと感じたので、こうまず環境を整え、自分たちのやりやすいように環境を整えながら、歌とかね、また作っていきたいな、歌を作るんです。今年はね、ローゼルの英語しか作れなかったので、それこそね、全員のみんなで歌うのもいいんだけど、ソロのね、そういうのを作っていって、そろそろはい、あれちょっとなんか物申したいんですけど、物申す？あれね、作ってって言われてね、ただ振られただけなんですよ。作ってって全部投げっぱなし、その中で僕裏なんてか全然知らないじゃないですか、専門家じゃないんで、だからそこでなんかやっぱ歌詞の中にもその占いのなんかこういうの専門用語だったりとか、ちょっとなんかこう占いコードも入ったらいいなって思うんだけど、全く知らないから、なんか作りようがないんだよね。深掘りもされてないし、なんだっけ、どんなの歌いたいの、爆発したいじゃん。全然伝わらんすよ、爆発したいの。確かに、私たちからすると、手相、タロット、税畜ぐらいしか用語わかんないもんね。そう。なんか、あれじゃないですか、ミノカモンズの中のその、アンビーというキャラクターで、占いコーナー作ってもいいかもしれない。そう。ね。まあ占いの基礎知識だとか、なんかまあ占いの流派だとかいろいろあるかもしれないけど、まあアンビナっていう占いで、ちょっとまあ豆知識的な、そういうコーナーを作ってね、はい、そうですね、いいかもしれない。ね、来年はそういうこともちょっと挑戦してみましょう。はい。開発しながら占いをやって、なんか他にやりたいこととか、そうだ、僕はね、思ったらね、初 YouTuber、YouTuber と言われるのも嫌じゃないんだけど、まあ、そんなにすごい YouTube の本数を、まあ、なんか出してるわけでもないし、まあ、YouTube っていうのは一つ この活動の舞台として考えてるので、もう少しこうご当地タレントみたいな。タレント性というのをタレントとして認知されたいなというところがありまして、YouTube 上だけじゃなく外の方々に、そうですね、じゃあミノカモンズさんだというふうに、まあ、呼んでいただいて、まだなんかパフォーマンスできたらなっていう、土台とか形を作っていけたらなと
そんな風にも、来年に向けて頑張りましょう。はい、はい、今年携わったくださった皆様にお礼の感謝の言葉を言いましょうか。はい、はい、もし携わってくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ以上、振り返り動画でした。はい、はい、では締めましょうか。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ヤビーハッピーマヨネーバイバイ。